プエルトリコ州兵は、プエルトリコにおける州兵である。陸軍州兵と空軍州兵から構成され、陸空合わせた戦力はおよそ1万人程度である。ルイス・エステベス将軍1898年の米西戦争の後、スペインはアメリカ合衆国に対するプエルトリコの割動に同意した。その後まもなくして、米軍上層部では、 プエルトリコの軍事的価値に関する議論が始まったが、当初は軍事的価値よりもアメリカと中南米の貿易において果たす商業的価値がより大きいとみなされていた。プエルトリコが軍事戦略上の要衝とみなされるようになるのは20世紀初頭に起こった政治的変化の後である。1906年、当時の州知事、 ビリクマン・ウィンスロップと、州内務長官ローレンス・エイチグラハムは、プエルトリコ人のグループと会談し、プエルトリコにおける州兵の設置について話し合った。住民たちもこの動きを支持し、やがて、町ごとに、いくつかの中隊が設置された。しかしこれらの中隊は、連邦政府からの認可を得た戦力ではなかったため、制服や装備類はすべて自前で調達しなければ、ならなかった。また、 こうした動きは米国及び米国の統治領における議会の承認を得ない武力組織の設置を禁ずる連邦法に抵触していると判断され各中隊には間もなく解散が命じられた。第一次世界大戦中、プエルトリコ人は周辺の第373、374、375不評連隊及び正規軍のプエルトリコ連隊にて従軍した。 これらに所属した将兵およそ2万人はいずれもキャンプラスカサスで訓練を受けた。プエルトリコ人として最初に米陸軍士官学校を卒業した将校、ルイス・エステベスは教官としてキャンプラスカサスに勤務しており、その中でプエルトリコ州兵の必要性を強く感じるようになる。第一次世界大戦の終結後、エステベスは州知事、 アーサー・イエーガーと州兵の編成に関する会談を行った。1919年、プエルトリコ州知事、プエルトリコ議会及び連邦議会による計画の承認を得て、正式にプエルトリコ州兵が設置された。1920年6月2日、プエルトリコ州兵における最初の連隊として第一不評連隊が設置される。 同連隊は1922年12月26日に第295不評連隊として再編成された。1936年3月1日、第295連隊に所属する大隊の一つが分離増強され、第296不評連隊が新設された。1938年、少将に昇進したイステベスがプエルトリコ州平上級幕僚に就任した。 1950年、ハユや放棄の折、エステベスの指揮下で治安維持のために出動したプエルトリコ州兵。1950年10月30日、プエルトリコ国民党は、米連邦政府及び、プエルトリコ政府に対する不満から、プエルトリコ各地で大規模な暴動を起こした。プエルトリコ州兵は、上級幕僚エステベスと、州知事ルイス・ムニョス・マリンによる指揮の下。 ハユや、ウトゥアド、サンフアンなど、各地で国民党派の鎮圧に当たった。上級幕僚は、プエルトリコ州兵及び、プエルトリコ州防衛隊における責任者及び、司令官たる職である。軍務局長、州兵長官などとも訳される。現職は、フアンホセメディナ・ラメラ巡承。ビセンズ、アントニオ、ポナー・ビスタデ・トロンシーチオン・アバーナメントル2012。 2014年2月27日閲覧。エルアターケネイシャノリスタ、エラフォーテレイザバイペドロアポンテバスケスページ7、パブリッシャー、プブリーカチオニズレネ ISBN978 から1から931702から01から、レイユーエスデパートメントオブディフェンス、ディービズ。ありがとうございます。